工房説の永田です。今回はコンプロット10と6の方を紹介していきます。前回の YouTube では数が少ないと怒られてしまいました。なのでちょっとしまう前に出してみましたので撮っていきます。まずはウォールナットの自陣木ですね。これはすごくいい木なんですけど、裏もバッチリ入ってるんですけど、ちょっとねここに傷、口割れがいるので、これだけちょっとお安く売ります。そして欅の玉木ですね。こっちはオイル仕上げのやつになります。がっつり玉木入っています。なかなかこれだけの玉木も結構材料高いのでなかなか作れないんです。そしてこっちがホンジュラスローズウッドですね。こういう感じです。重いです。そしてハワイアンコア10と6ですね。これだけ幅が違います。ちょっとサップ、ちょっと外に白いのがついてます。両方とも2トンですね。この大きさでこんだけの木が出てればぼちぼちのやつですね。本当にペンのような完璧なやつをやってしまうと多分何十万というものになってしまいます。で6の方のこっちがインドローズウッドですね。僕はインドローズウッドの10は使ってます。ローズウッドいいですよね、やっぱり。そしてこっちが黒炭ですね。島黒炭、こんな感じです。やっぱ重たいですね。こんな感じでした。では